生の頃って先生になろうと思って資格取っても先生余っててなかなかなれなかったんですよ。資格は持ってるけどなれないっていう人いたんですけども、今ってどうなんですか？そうですね、やっぱりある意味でなりにくい部分もありますけれど、はい、例えばうちの学校で英語の先生を応募すると、はい、そうするとですね、求人として応募者はですね100人ぐらい1人に対して来ますね、はい、その中から選ぶということですから、まあなりにくいといえば、うん、なりにくいですね、うん、しかし教育界は、はい、いい先生求めてますから、はい、ですからその先生になりたくて希望にあふれてる人であればね、うん、その可能性というのはまた十分あるとも言えるんですね、うんうん、実態の数の問題だけではなくて、うん、やっぱりいろんな要素がそこにあるんだと思いますね、うんうん、はい、うん、まあ、いろんな学校がそのやる気のある学校が一生懸命先生を探してるというか、はい、スカウトしてるというか、そうですね、そういう状況でしょうかね、はい、うん、ちょっともう一つ言えるのは2007年問題で、はい、団塊の世代、はい、私もそうですけども、はい、まあ、60歳定年を迎えてて、うん、これも教育界において同じ状況ですから、うんうん、はい、そういう意味で言うと新しい力をですね、うん、ぜひ採用したいという意欲に燃えている学校関係というのは、うん、なるほどね、たくさんありますね。だからといって、うん、なりやすくなるかっていったらそうでもないんですね、うんうん、やっぱり学校が求める基準っていうのはもう決まってますから、うん、はい、だからそれをクリアしないとやっぱり先生になれない、うんうん、なろうと思ったらそれなりの努力は絶対必要なことというような状況ですよね、うんうん、テレビでよく面白いユニークな先生が紹介されてるじゃないですか、はいはいはい、やっぱ僕ね、なんかあれ見てると、うん、先生っていうのも面白いなって思うし、こうユニークな先生のバリエーションが可能になってきたっていう状況なんでしょうかね。それは本当にあると思います、うん、企画の中に入ってる人材っていうのは、うん、生徒から見ても、うん、それからご父母から見ても、はい、魅力的じゃないんですね、うん、まあ木を照らうような形がいいかどうかは別として、はい、ただ本人の持ってるさまざまな可能性とか魅力ありますね、うん、先生という意味で、若くて経験がなくても、うん、その魅力をやっぱり感じるこう感性っていうのは子どもたちにあるんですね、うんうん、そこがすごく今の時代というのは、まあ、昔と違うところじゃないかと、うんうん、昔は先生像というと着るものも、はい、なんか先生らしくて、うん、まあ、ダークなものとか灰色であなきゃいけないとかあったんですけど、うん、やっぱ今の時代というのは魅力的な先生、うん、女性のうちは女子校ですけれども、うん、女性の先生であれば本当にその先生に合ったカラーコーディネートした、うん、そういう服装をですね、うん、してもらいたいし、うん、髪型もそうですね、先生らしい先生というのも、うん、ある意味では、魅力もあるのかもしれないですけど、それ以外にバリエーションがあった方がですね、うん、まあ、今の時代に本当に合ってるってことを言えるんじゃないでしょうかね、うんうん、こう教える立場の人間っていうのは、まあ、例えば学習塾とか予備校とかいう一つのカテゴリーがありますね、はい、でもう一つが学校の先生っていう部分があるんですけど、はい、これは私個人の考え方、はい、意見もあるんですけど、予備校の先生にはスーパースターは必要なんですよ、はい、集客っていう部分で、うん、ただ学校の先生にはスーパースターはいらないんじゃないかと思ってるんですね、うんうんうん、で個々一人一人の先生たちがやっぱり先ほど近藤さん言われた通り魅力ある学校づくり、生徒が求めるその満足度っていう部分をいかにこう達成られるかと、そういう気持ちのある先生をどれだけ集められるかっていうのがやっぱりこれから伸びる学校じゃないかなっていうのは私思ってるんですよね。なるほどね。その人同じ学校でもこれよくクラブとかホストクラブもそうなんですけど、同じタイプばっかりだと意外に入らなくて、いろんなバリエーションの先生がいるから、それぞれの先生のこう、まあ、タレントとしての個性が出てくるっていうのは、そうですね、厳しい先生もいたら優しくそれをフォローしてくれるっていう、そういう組み合わせあるかもしれない、ね、そうですね。で学校っていうところはですね、まあ、例えば担任を持てば40人あるいは40人以下ですけどもね、はい、まあ、その生徒が自分のクラスになるんですけど、うん、そこだけがですね、まあ、ある意味でいい教育をしてもね、うんうん、学校全体としていい教育されてるかという評価とはまた別だし、うん、他の子たちはなんかその先生に捨てられちゃった感じがしますからね、うん、ですから協力体制っていうんですかね、うん、一つの個性があってその個性をつなぎ合わせる協力体制っていうのがあると、うん、学校そのものに魅力が出てくるし、うん、なるほどね、その所属してる
感覚も先生たちにもですね、うん、意識が生まれるんですね、うん、そこのところがすごく協調性というんですかね、協力してやるというところが大事なんじゃないかなというふうに思いますね、うん、そういった人たちをいかに集めるかっていうのが、うん、今後の私学の、うん、まあ、今もずっとそうやってきましたけどね、うん、やっぱりあの課題じゃないかなと思いますよね、うんうんうん、あの私もずっとこういった教育業界でずっとやってきて、うん、あの外部から学校を見ているわけなんですけど、あの普通の民間企業と比べて、民間業界と比べて、あの教育業界っていうのは、ね、あの学校の校長先生前にこんなこと言うのはあれですけどね、うん、古いんですよ、うん、体質が、うん、で民間で OK だったのが学校ではノーって言われるケースがあるし、うん、学校の常識が民間では明らかに非常識だという部分があるんですね。だからそれをこう変えていかないことには、例えばなんていうか学校の中で習った生徒が学校の常識が、社会の非常識っていう部分あんまりね、あのそういった極端なことですけど、そういったような流れを作ってしまうと生徒がかわいそうなんですよね。ですから学校の先生っていうのはやっぱり教えるだけじゃなくって社会経験、うん、外も見ていくような、やっぱりそういった経験がないと厳しいんじゃないかなと思うんですよ。でまさにあの近藤先生はあれです、あの大学卒業してからすぐ先生になられたわけじゃないんで、はい、企業から、学校の先生になられた方なんで、そういった意識が結構あるから、今経営されている学校の方は順調にこう伸びているっていうような感じですよね、うん、まあ、企業経験っていうか社会経験っていうか、これやっぱり大事なことですよね、ここの経験、その企業経験、社会経験っていうのもいい経験でないと意味がないと思うんですね、はいはい、その企業の中で本当に、自分の身を粉にしてね、はい、一生懸命やるとか、あるいはまあ業績を上げるとかということに対してですね、うん、まあ、ルールもありますね、うん、そういう中できちんとした考え方で、社会生活した人が、うん、例えば教育会に来てくれるという、うん、そういう意味で言うとですね、その経験というのはすごい役に立つと思います、うん、ただ社会から離れたところに、ちょっと離れたところに学校を置いているのも事実ですね、うん、これは安全面ですとか、うん、それからやっぱり青少年を扱うという意味で言えば、うん、企業論理だけではまずい部分があるので、うん、そことの融合ですね、うん、価値観をやっぱり学校としての価値観を残しながら、うん、今の時代に合った社会性をですね、どんどん取り入れていくと、こういうことにならないとこれからの学校っていうのは発展しないというふうに思いますね、うん、多分2つのことで、元先生で他の業界行って成功してる人がまず出てくることと、はい、 それから他の世界で何がしかの結果を出した人がまた先生になりたいってくるって、こういう流れが出てくると面白いですね、はい、そうですね、まあ、融合という、ね、意味でですね、大学中に免許を取って、で先生になりたいっていう気持ちがあって、当然免許を取るわけなんですけど、はい、なかなか狭き門でなれなかったと、で社会人経験2年とか3年とか、やってる方がそれでもやっぱり先生になりたいんだっていうような、意欲のある方であれば、きっとその社会人経験も、プラスになってるはずでしょうし、だからそういった人たちはやっぱり外部から見てると絶対ね、いろんな学校に、勤めても OK じゃないかなという考えはありますね、外国なんかはよくそこそこの年齢の人がいきなりまた先生になったりとかっていうのは多いですよね、はい、で、まあ、そこそこの年齢から生徒になる人も大学行き直したりする人も多いし、だからまだまだ日本のその教育っていう部分は、これからよりよく改善できるような、部分まだ残ってるんですね、それが 誰がやるかっていうと、やっぱり私学協会として、ぜひ頑張っていただきたいですし、はい、私たちは民間として何かそういったところに風穴をちょっと開けていければなっていうような考えではいるんですね。テレビのね、ワクワク授業を見てると自分の母校行ってほしい、なるほど、はいはいはい、先生といえども社会人経験が必要なんだ。まあ確かに私もいろいろ勉強になったし、でもただ社会人やってりゃいいってもんじゃないよね。一般企業へ大学生入ろうと思うと就職の仕方ってなんとなくこう分かるんですけど、先生にどうやって就職活動するかってこれなかなか分からないことが多いと思うんですが、そうですね、これはどういうふうにすればいいんですかね。基本的に学校というのは
国がやってる公立というのと、はい、まあ、個人というか、はい、やってる私立というのがあるんですけど、あの公立の情報というのは結構やっぱり流れます、はい、圧倒的に公立出身の方が多いんで、うん、公立のことも知ってるし、うん、ということで、まあ、教育委員会等で、うん、こう配属されるわけなんですけど、はい、私立の情報って意外とないんですね、うん、でクローズされた面接やるわけなんですけど、うん、あのその中で例えばコネクションであったりとか、うん、まあ、一般公募の中やっと見つけて応募されたりとかするわけなんですけど、もう少しこう、うん、私立の情報っていう部分、あのこれはあの、うん、学校側が公募こうオープンにあのするような形を取れば一番いいと思うんですけど、今の現状はそうかない、はい、で、今の大学生の人たちは私立も公立も、先生って同じだろうというような、はい、あの考えが大半なんですね、うん、だから私立はそうじゃないんだと、うん、公立とは違って私立は一つ一つ学校の教育理念があるから違うんだということをまず分かっていただくのが1ですね。でそのためにはこれはご自身で私学というのを一個一個、うん、あの例えばホームページを調べたりとか、うん、実際に近かったら行ってみたりとか、うん、そういった、私学研究を、うん、こう繰り返し繰り返しね、うん、やっていくことによって、うん、まあ、採用の枠が当然広がってくるわけですから、教員になれるという確率も高くなってくる、うん、これが今の現状なんですね、うん、だ入れるとこだったらどこでもいいっていう姿勢ではダメ、そうですね、チャンスがつかめないということですね、はい、それじゃあ私立はダメですね、まあ、公立と私学っていうと、まあ、公立はあの採用試験っていうのは、はい、例えばあの中高であればありますね、はい、でそれをまず教員免許証を持ってても当然突破しなきゃいけないと、はい、で私立学校は別にそれにとらわれないんですが、例えば東京のなんかの場合でいうと私学の適性検査っていうのを、まあ、8月の末にやってます。でそこで専門科目一般科目という形で試験を受けていただいて、まあ、評価も出るんですけど、その自分の名前と評価が載ったものが今年の場合で言うとですね5000人弱ですか、受験生がいました。でそこで名簿に載りますと、まあ、採用を予定している学校が、まあ、ランダムに探したりですね、してこうマッチングすることもあるんですけども、はい、ただ私学の場合は先ほど言いましたように自分でいろいろ調べた方がいいというのはですね、まあ、東京中高でいうと418校ありますが、これはあの公立と違いましてね、男女共学の学校もあれば男子校女子校分かれているところもあれば男女別学もあれば同じ学校でですね、そして宗教系もありますね、これもキリスト教仏教系、いろいろあるわけですね。でその中から自分が選択しなきゃいけないですから、そのいわゆる言葉で言えば見学の精神というところなんですが、今実際にどんな形でその学校が教育を行っているかと、まあ、校長先生のカラーも出ます。でそういうところでですね、自分にやっぱり合ったところ、あるいは範囲をね、この範囲までだったら自分で受け入れられるとかですね、いう形で調べた上でないと、まあ、ミスマッチが起きる可能性もありますね。だからこの辺はあの十分に調べられて、というところが原則になってくると思いますね。ミスマッチということは通ったとしても、こんなはずではなかったみたいなことがやっぱり起こる。例えば一番大きいのはですね、例えば自分は男子校で、育ってきたと、女子校に採用されたと、ここでの価値観はですねイコールじゃないですからね、かなりギャップを感じますね、私自身はあの男子校なんですね、高校、それから学部もあの法律だったもんですから女の子一人もいませんでした。でそれで価値観そのままで、社会に出て、まあ昔男性社会ですから私の価値観通ってたんですね。で学校へ、入りました。女子校でした。女子の先生たち多いです。自分の価値観通らないんですよ、なんで怒ってるのかもわからないんですよね。それでも今はわかります、その違いが、いいも悪いもですね。だそういう意味で私の場合は定めで入ったわけですけども、ご自身で就職決めるということであればその辺までね少し神経を使われた方がいいんじゃないかなというふうに思います。それぞれ あの学校のカラーはみんな違うんだけど、違うからこそ受け身ではいけないというのはこれが共通ですね。そうですね。で調べていくことによってその学校にこう対する愛着じゃないですけど、思い入れというような気持ちで面接に行くと、
面接官との波長が合うんですよね。そうですね、うん、ですからそういった部分で大学4年生の時に、勉強さあやろうかっていうことじゃなくて、先生になりたいんであればやっぱり2年生3年生ぐらいのところから少しずつそういった教育に対する考え方っていう部分はちゃんと持っておくべきだし、でまあ、暇があった時、いや、まあ、ホームページでいろんな、ね、あの情報を仕入れたりとか、それは必要だと思うんですね。そうすることによって教員としての意識が芽生えてくると思うんです。で、私はあの学生によく言ってるのは、大学4年生の3月31日までは何々ちゃんっていう、ね、ニックネームで呼ばれてたのが、4月1日からは先生と呼ばれる人間になってくる。で、1日です、果たしてね、気持ちが変われるかどうか、変われないですよね。で、要はただ生徒としては先生は先生なんでいろんな相談持ちかけてきます、先生学校辞めたいんだけどみたいな、そんな相談も来るかもしれないですよね、いきなり、その時に答えるのはその人の今までの人生観価値観でしか話せないんですよね、で辞めればっていうこの一言で生徒の人生が変わる可能性もありますしね、でちょっとした一言で生徒の人生が終わる可能性もあるわけですよね。だから教員というのはそういったあの対子どもっていう部分に対しての思い入れ、そのためには学校の教育理念、特に私立の場合はそういうのをしっかりと理解してそこの学校の先生にならないと続かないということですよね。なるほどね。経験もキャリアもないわけですけど、なくてもそれだけのね、やっぱりインパクトを与えてるっていうのは何かっていうところだと思うんですよ。そこでやっぱり先生としての資質がね、にとって何が大事かっていうところが出てくると私は思うんですね。やっぱり一番必要なのはやっぱ熱意なんですよ。自分がその生徒にとって何かやってあげようっていうことが伝わるとですね、あまりこうやってることはね、それほどまだ経験がないからもっといいやり方あるんじゃないのっていうのはあるんでしょうけれども、でもそこの熱意が伝わると人間って動くんですね。これあのご父母もそうです。ご父母もまだ新任の先生だけど、あ、一生懸命やってるから我々も応援して、なんとか先生にも育ってもらいたいということをこう思うんですね。そこのところへつながっていくというふうに思うので、だからやっぱりあの生徒のことをどれだけね思える人かと、人間性がそこに出てきてるんだと思うんでですね、これはまあ入ってからのことになるんですが、そのいわゆるきっかけを持った人でないとなかなか採用されないんではないかなと、成績が何かだけだというと優秀な方たちというのはたくさん成績を見れば分かるわけですから、履歴書も今までやってきたキャリアということで言えばそこに書いてある、だったらコピーでいいんですよ。ところがやっぱり字を書くとか、それはやっぱり人間力とか思いとかそういうのがそこに、まあ古い考えかもしれないですけど乗っかってくるんですね。その気持ちをやっぱり大事にしていかなきゃいけないのが教育だと思うんですよ。あの利を求めてるわけではないから、利潤を求めてるんじゃなくて人を育てるわけですから、そういうものを持った人じゃないとやっぱり教員ってなかなか、そうすると大学生の子が先生になりたいと思う、今何を勉強しておけばいいんですか。そうするとですね、その学力的なことはもちろん大事なんですが、やっぱり僕はあの人と触れ合うことだと思うんですね。これはあの年齢の差を超えてね、あの自分よりも年上の人とも接点を持てる、そしてまた大学生で言えばあの小学生中学生とも接点を持てるという、そういうまあ人間好きにならないといけないという、ここは非常に大事なところです。あの人間が好きでないと教師はどっかで辛くなります、人間とずっと付き合っていかないといけないんです。動物好きじゃなくてペットショップで働くっていうことはおかしいっていうのと同じですよね。そうです、そうです。だそこのところを自分に適性があるのかどうかというのはね、自分でやっぱ判断してこなきゃいかんのですよ。人に判断されてあなた適性ありますっていうことじゃなくて、これよく聞きます、私適性なんですかって聞いてる学生の子よくいます、自分でそれをですね、やっぱり教師になりたいんでしたら、やっぱりそういう幅広く人と接することができるのかなと、で人はいろんな人いるわけです、意地悪な人もいれば、優しい人もいれば、その人たちと接点持てるのかと。これ子供いろいろですよ。これもね、私子供好きとか、私ペット好きでペットショップ来てすぐ辞めちゃう子がいて、でこれは可愛いところだけが好きであって、うんちの世話とか噛まれたりとか、その通りです。そういうことも含めて好きでないといけないってことなんですね。だからあの教員になればいい子悪い子って分ければいるんですよ。自分の言う通りする子はいい子で、
じゃあ反抗することは悪いことかと、うん、そんなことは実はない、うんうん、それも受け入れてやっぱり育てていかなきゃいけないというふうに思うんで、うんうん、まあ思春期って言われてるのは、うん、おそらく何年かあるわけですけども、はい、小学校6年生ぐらいからあるわけですけども、でもそのうちの多分僕は2年間ぐらいはね、うん、本当の意味でどこでその子どもたちが悩むかっていうのは分からないんですけども、うん、そたった2年間それをやっぱりフォローしてあげられるかどうかということは受け入れなきゃいけないんですよ、うんうん、受け入れなきゃいけないんですね、うん、それでも先生をやりたいかという確認をね、うん、自分でしてきていただきたいなと思うんですけどね、はい、いかがですか。そうですね、まさにその点ですね、うん、あのやっぱりこう何ですか、日頃からその先生になりたいっていう思いだけでは絶対なれないんで、うんうん、あのやっぱりこう人間関係、うん、まあ、あの私自身は教員というのは、うん、サービス精神ないと多分できない仕事だと、サービス業ですよね、サービス業なんです。そうそうそう、うん、これを先生に言っちゃうと、うん、いや教員というのはサービス業じゃない、うん、じゃあ何ですか、聖職だって言いますから、うん、じゃそれがサービス業じゃないですかって言ったらもういつまでたっても平行線なんですよね、うんうん、要は生徒が満足しないと、うん、その授業って成立しないわけなんで、うん、本当の意味でのサービス業ですよ。そうです、人間に対する、ね、サービス業っていう時に、うん、あの媚びを売ることという混同が起こるんですね。そうです、利潤のためにね、うん、そのお客様だからサービスするっていうんじゃないんですね、うん、もう要するにある意味で人間愛ですよね、うん、人のためにそれだけ尽くすという気持ちを持ってないとダメだということ、生徒のためにやることがひいては学校のためにもなる、うん、 そうですね、そして社会のためにもなるっていう、うん、そういった気持ちを持ってないと、うん、やっぱり先生っていうのは続かないと思うんですよね、うんうん、そっか、教師になるのもいろいろ大変なんだな。でもなるって決めたし、私頑張んなきゃ。会社でですね、まあ、登録者が1万数千人いるんですけど、ちょっと、プログラムがちょっとありましてですね、特殊なプログラムを使いまして、あの教員のその、まあ、内面的な意識調査をちょっとやったんですね、はい、で面白かったのがですね、20代30代40代50代の方全てにわたって、出たのがですね、責任あるポジションにつくようなことはしたくない、うん、したくない、したくないんです、うんうん、で、お金とかそういったものに対しては、うん、あまり気にしない、うん、でもプライドあるから本当はお金欲しいっていうのがで、うん、あの真逆で出てくるんですね、うん、だからこれも20代30代男性女性も大体同じなんです ね、教科ごとも大体同じなんですよね、うん、だからあのそういった分の、まあ、意識っていうやっぱりあの学校を変えるためにはやっぱり自分で責任を持って生徒に接していく、うん、そして学校改革に取り組んでいくって、うん、そういった気持ちを持った先生が何人いるかによって、うん、それは何人育てるかによって、これは多分校長先生のお仕事だと思うんですね、うん、そういった部分を作ることによって学校変わっていくんじゃないかなと思うんですよね、うん、ただ私も民間から言うと、一つの学校が良くなったってダメなんですよね。一つ学校良くなってもう一つの学校潰れたら結局同じことになっちゃいますから、あの全ての学校が、まあ、レベルって言ったらあの、まあ、成績になっちゃいますけど、それぞれの学校独特の特色ある学校としての、 あの存在価値という部分の、意識をですね持ってもらうような先生を採用していくのが今後の、まあ、特に私立の、うん、宿命っていうか使命じゃないかなとは思いますし、うんうん、特にあのどんな業界でも共通していることなんですけどね、はい、この業界が進んでてこの業界は遅れてるって意外になくて、うん、全ての業界の中で進んでいる人たちと遅れてる人たちってい う、 そ う、 そ う、 そ う、 こう縦にガーッと長い状態になってるわけですね、はい、でこの必ずトップ 1% ぐらいのところがどの業界にも存在して、はいはい、その人たちがこう次の時代を切り開いていって、うん、こう抵抗を受けながらも切り開いていってる、教育の世界でもそのトップ 1% みたいなところがあって、そういうところに行きたいと自分が受けに行った時に、うん、自分が
旧態然とした考え方だったり、はい、いわゆる優等生的な先生で、うん、通ることができなかったら意味がないということですよね、うんうん、自分自身が、ね、だからみんな先生になるために優等生になろうとしてたら、うん、次の時代は作れない、うん、っていうことですね。いやもっとおそらくですね、優等生を求めるんじゃなくて教師の世界って泥臭いんだと思いますよ、うん、汗水垂らしてね、うん、本当に悩んでね、うん、生徒のためにやっぱりこう労力を払っていかないと、うん、生徒自身も変わっていかないんだろうというふうに思いますね、うんうん、でそのいわゆる意識を持ってやっぱりやれるかどうかということだと思います、うん、ですから今言ったような学校一つの学校でね成功してもですね、うん、他の学校はそのままついてこなければですね、これ世の中良くならないんですね、うんうん、個人個人のことを考えながらもしかし教育って全体のことも考えてやってるわけですから、そういう意味で全てが上がっていかなきゃいけないんです。その全ての原動力って何かっていうと教員だと思いますよ。そうですね、校長がいくら号令かけてもですね、先生たちがやっぱりそこでそれに呼応してくれなければ学校って変わらないですね。そうですね、やっぱり今時代が求めてるものをですね、やっぱりそれを認識して、じゃあ他の業界、うん、何やってんだろう、うん、いい点みんな引き入れてくるぐらいのね、うん、そういう気持ちじゃないと学校っていうのは変わっていけないというふうに思います、うん、ですからやっぱり教会として考えてるのは、はい、新しいものやっぱりね取り入れようよと、うん、ただまあ生徒たちっていうのはその学ぶ時代選べないわけですから、うん、今中学3年生は中学校3年生でしかない、うん、この1年間とは変わらないわけで、受験があれば受験をしなきゃいけないという、そこのところの影響は避けながらも、ただ学校としてはねどんどん入れていかないともう間に合わないと私は思ってますね。システムの問題を今一生懸命学校改革で言ってるじゃないですか。私はシステムの問題じゃないと思ってます。意識の問題だと思ってますね。学校経営者、それから公立もそうですね、公立を経営している都道府県、こういう人たちがどれだけそういうふうに変われる、今までこうだからこれでいいんだじゃなくてですね、価値観をやっぱり変えていかないといけないと思うんですね。まあ、そういう意味では一つは少子化っていうことは競争をもう一度考え直さなくちゃいけないからいいことですよね。子供たちが多かったらほっといても学校経営成り立つ、はい、その通りですね、はい、うん、生殖化労働者化っていう議論がありましたけども、はい、私は両方当てはまらないと思って、はいはい、教師は教師なんですよ、うん、その役割を果たさなきゃいけない、うん、でそういう意味で社会性を持たなきゃいかんのですよ、うん、先生はね、うん、世の中のことも知らない、知らなきゃいけないこれは、うん、だから子供が飛行に走っててダメだダメだっていうんじゃなくて、なんでだろうっていうね、そういうことが起こってるっていう、うん、で自分一人でも多分解決できないから誰かと協力してそれをやっていかなければいけないっていうことがあった時に、まあこれからのその教員っていうのはやることいっぱいあると思うんですね。ただ今までもやることいっぱいあった、はい、来たわけなんですけど、その中身が少しずつ違ってきてるという分の認識っていうのはやっぱり持ってないと、これからの時代に対応できないという部分ですね、うん、やることがいっぱいあるということは別の言い方でやれることがいっぱいあるっていうことですね。そうですそれはやっぱり、ね、考えて行動すべきですよ、うん、何も考えなきゃ淡々とね過ぎてってしまうのが学校です、はい、これは、うん、1年間のスケジュールも決まってるし、うん、入ってくる給料も決まってるし、はい、別に一生懸命働いたからって倍になるわけじゃないんですよ、はい、これはなぜ授業料をいただいて1年間に入るお金っていうのは4月に決まっちゃうわけですから、うん、それ以上出せないし、うん、それ以下でもないと、とそのまま安定した中で自分を身を置いてしまうと何も出てこないということがあるのでね、うん、そういう人間っていうのは魅力的じゃないじゃないですか、うん、若者にとって、はい、若者にとって魅力的な人間にそれぞれの先生たちがなればいいんで、うん、先生って大事です、うん、本当に先生が変われば学校も変わるし、うん、世の中も変わるし、うん、そして一人一人が希望を持つわけですよね、うん、まあ、人間80年とかね70年でその いずれは命が絶えるわけですけども、でもどれだけ希望を持って生きたかってことが大事だと思うんで、うん、その鏡になるのはやっぱり先生だと思いますよね、うん、その先生が意欲がない、まあよく言われてますけどね、うん、意欲がない、やる気がない、うん、そこに存在してるだけで、うん、その学校の雰囲気壊れちゃうわけですから、うん、やっぱりそこの存在してる時に意欲を感じられれば、うん、生徒たちはそっちの方向向きますよ、うん、ここが大事でね、うん、であと技術的なこととかそういうのはね、うん、本当に自分がやる気があれば10年習得すればね、うん、かなりの進歩あります、うん、毎年同じことやってるわけじゃなくてね、うん、進歩するという気持ちがあればやっぱり
人間変われるし、うん、そうですね、一人一人のその先生たちが変わっていくことによってそれが連帯して学校変わる、世の中変わる、いい学校いくつもできてくる、もっともっと相乗効果でですね、私は日本というの国というのはまだまだ捨てたもんじゃないと思ってるんですよ、うんうん、それでは教職をこれから目指す人にこれだけは言っておきたいっていうお言葉を何いただけますか、はい、そうですね、教員を目指す人たちにですね、私が申し上げたいのは、やっぱりその思いですね、まず自分が教職、いわゆる教員になりたいという気持ちをですね、本当に自分に自問自答してほしいんです、うん、でやっぱりなりたいんだと思ったらですね、やっぱり体験ですね、うん、これはあの人間というのはもう頭も使う、心も使う、体も使うということでですね、昔からやってきてるわけですから、うん、そのことをですね、体験として全部やっぱり動かしておくべきでしょうね、うん、で先ほども言いましたけども、人を育てるんですね、これは、うん、物を作るわけじゃない、人を育てるから自分自身に人間力がないとそれは伝わっていかない、そのための準備をしてほしい、自分よりも年上の人から年下の人までですね、人間に対応できるその対応力というのをですね、その年代に合った形で結構です、準備をしておいていただきたい、それがまず大事なことですね、うん、あとそのいわゆる教師になるための勉強とかね、うん、そういうのはこれはもうあの自分で意思を持ったわけですから、うん、徹底的にやっていただきたいというふうに思いますね、うん、教師っていうのは総合力だと思います、うん、でそれに生徒対自分ということだけではなくて、当然教員の社会があるわけです、そこで自分のポジションというものをしっかり認識しながら教員やっていかなきゃいけない、うん、独りよがりではできません、連帯感、あの協力、こういうことをする気持ちをですね、やっぱり自分の中に育てていっていただきたいというふうに思います、はい、あのぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、その教員志望 の人たちっていうのは3つのタイプに分かれると思うんですよ、はいはい、絶対教員になるんだっていうのがあります、なりたいなっていうのがあります、うんうん、なれればいいなっていうのがこの3つのタイプなんですね、うんうん、だから果たしてこれから先生を目指す人たちはどのタイプに入るんでしょう、うん、例えば絶対教員になるんだという思いを持っている人であれば、それなりに日々の暮らし、まあ、スケジュール、まあですね、1週間だ1ヶ月だ1年間だというそういったスケジュールをしっかりと組み立てられる方なんです、だから採用される確率が高い、なりたいなって思う人はちょっと脇甘いんですよね、うん、今日デートだって、うん、まあいいや今日は、うん、コンパだ、うん、酔っ払ってるから今日いいや、うん、まあ、それでもなれる人はなります、ね、ただ気持ちがちょっともう少し頑張んないとダメだよっていうのが一つ、なれればいいやっていう人も実はなれるんですよね、うん、コネクションがあったりとか、うん、たまたま、勉強したとこが試験に出てみたいな、たまたま面接受かっちゃったって、もう慣れればいいやっていう人たちは正直言って先生になっても生徒に対して失礼な感じですね、うん、気持ちを持って慣れればいいんですから、うん、だから生徒に対しての接し方も多分、うん、それだけのものでしょう、だからこれから目指す人っていうのは例えば先生になりたいっていう思いがあったらとしたら絶対先生になるんだっていう意識を1年間365日寝てても思えるかどうかね、手段とかそういうやり方っていうのはそれを思うことによって必然と自分で分かってくると思うんですよね、だからそういった思いを持っていただければ、先生になりやすくなりますし、でむしろそういった思いを持っている先生が一人でも多くなってもらえれば、うんうん、あの学校としても多分プラスになるんじゃないかなと思うんですね、あとは自分に合う学校選びっていうのをしっかりとやっていければいいんじゃないかなと思います、うん、頑張っていただきたいと思いますね、目指している子たちはあの先生になるにはどうしたらいいんですかっていう、もうその質問がもう受験勉強の延長ですよね、そうです、そうです、確かに勉強しなくちゃいけないことはあるんだけども、うん、その発想じゃなくて今の自分の生活人生すべてが、はい、先生になるために生かせるっていうふうに考えていく、うん、そうですね、そっち側ですよね、うん、そうしないと今まで受験勉強やってた大学取るためにどうしたらいいかっていうやり方をそこで意識を変えておくっていうことが一番大事ですよね、そうですね、もうやっぱりこれダメだわって諦めそうになることってある、うん、でもそこで踏ん張っていくって、はいはい、これも先生になることに生かせるだろうし、はい、
365日2時間やってること全部が活かせていけるっていう。そうですね。そうすると絶対なりたいっていう意識があればそれを生かしていけるっていうことでしょうね。そうですね、うん、あの勉強のやり方っていろいろあると思うんですね、はい、あのまあ、例えば専門知識をやるんだったらそれこそまあ机に向かって、うん、勉強しないといけない部分がありますけど、ね、テレビ見ててもこれ一つの勉強になるし、うん、街歩いてても教員としての意識を持っていさえすれば、うんうん、ああ新しい発見、うんうん、自分のプラスになるようなっていうのが当然ありますから、うん、まあ、日々毎日、うん、あの教員になるため の時間だというふうな、うん、あの感覚認識を持ってもらうと、うん、入ってからがご本人のプラス、うん、楽になるんじゃないかなと思いますね、うんうん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いくらでも話したい。こんな面白いことはないんですけども、あの熱い思いが伝わりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。